暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。ある時、一人の律法学者がイエス様に尋ねます。すべての掟の中で何が第一ですか。イエスがお答えになります。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが第一の掟である。そして第二の掟は、隣人を自分自身のように愛しなさい。イエス様はここで隣人を愛しなさいとだけおっしゃらないで、あなた自身のようにとおっしゃったこと、それはつまり私たちが自分を愛することができなければ人を愛することもできないと言っていいかと思います。自分を愛するということは、自分だけがいい思いをしようとする、得をしようとする利己主義者のことでは決してありません。むしろその正反対で、損をしている自分、人と比べてちっともパッとしない自分、惨めな自分、そんな自分もこれが私だと受け入れて、自分をいじめたり、自分を蔑んだり、嫌ったり、愛想を尽かしたりしない、そういう人を指して申します。私たちは三つの対話を交わしながら生きていると言われます。神との対話、人との対話、そして自分自身との対話です。で、自分を愛するという時に、私たちは自分に向かって、お前は本当にバカだね、あんなことを言ってあんなことをして、我ながら愛想が尽きる、でも私が見捨てたら他の誰も拾ってくれないんだから、私はお前を見捨てないよ、これからも仲良く暮らしていこうねっていう温かい会話が自分と交わせること、それが自分を愛する上でとても大切なことだと思います。私たちがもし24時間嫌いな人、軽蔑しかできない人と一緒にいなければいけないとしたら、辛い思いをいたします。ところが、24時間自分が好きな人、自分と仲良くできる人、つまり自分自身と生きることができたらば、機嫌も良くなりますし、多分寂しい思いもしないで、仲良しの自分と仲良く暮らしていくことができるのだと思います。で、その意味でも、私たちが自分を愛するということは、自分が好きになるということは、とても大事なことだと思うんです。私たちの中には二人の自分がおります。一人はありのままの有機体としての自分ですから、病気もすれば年も取る、時には感情が激して思いがけない言葉や態度を取ることがある、これがありのままの有機体としての自分でございます。で、もう一人の自分というのは、自分がこうあってほしい自分であり、人にもそう見てほしい自分、
自画像と言ってもいいかもしれません。だから感情的に激することのない自分、年を取っていてもお若いですねと言ってもらえる自分、または賢く人様に思ってもらえる自分と言ってもいいかもしれません。そしてありのままの自分とこの人様に見てほしい自画像との間のギャップが大きいときに、その人はとても不自由になります。なぜというと、自分の本当の姿を晒し出すことができない、隠さなければいけないものがたくさんあるからです。そしてあの時は誰々がこうしたからといって言い訳の多い人になることがございます。学生たちがデートから帰ってきて、ああ疲れたというのを聞きますと、結局普段着の自分でなくてよそ行きの自分でデートをしているんです。だから相手に気に入られるために普段は使わない言葉を使ったり、取らない仕草をしたり、普段はあんまり勉強してないことを知ったかぶりをして話したりする、その結果として疲れてしまうんだと思います。で、普段着の自分でいるっていうことは、決して荒削りの汚いままの自分でいるということではなくて、その普段着を小ざっぱりとした洗ったものとして、アイロンのかかったどこへ出ても恥ずかしくない自分としている。しかも一人一人は自分のなるべき姿、あるべき自分というものに向かって成長していかないといけない。で、その成長していく自分の姿を偽ることなく正直に出す、それを自画像として人様に見ていただく。まだまだ私はこんなに不十分、不完全ですけれども、これが私ですということです。私たちがありのままの自分を受け入れがたいことを示す一つのエピソードがございます。アメリカの南北戦争を扱った風と共に去りぬという小説があって、映画化されました。主役のスカーレット・オハラにヴィヴィアン・リーという美女が選ばれております。どんなに美しい人でもやはり年は取ります。ヴィヴィアン・リーは54歳まで生きた人ですけれども、多分50代に差し掛かった頃でしょうか、ある日手鏡を取り出して自分の顔を見ました。姿見だったらばそれほどわからない自分が、小じわが寄っていること、肌がたるんでいること、それを容赦なく手鏡は映しました。そこで見たくもない自分の姿を見たヴィヴィアン・リーが手鏡を床に投げつけて割ってしまったというエピソードがございます。で、私はこのエピソードを聞きましたときに、私にもそういうところがある、見たくない自分というものがあって、できるだけ見ないで済ませたいと思う、でも手鏡を割ったところで自分の姿を見ようとしないところで現実は現実なんだ、その今の私を愛することがとても大切なんだということに気づかせてもらいました。高見純という方が我は草なりという詩を書いていらっしゃいます。我は草なり伸びんとす、伸びられるとき伸びんとす、伸びられぬ日は伸びぬなり、伸びられる日は伸びるなり。我は草なり緑なり、全身残らず緑なり、
毎年変わらず緑なり、緑の己に飽きぬなり。我は草なり、緑なり、緑の深きを願うなり。ああ生きる日の美しき、ああ生きる日の楽しさよ。我は草なり、生きんとす。草の命を生きんとす。という詩でございます。私がこの詩がとても好きなのは、この詩はまず草である自分の中に伸びる力がある、成長していく力があるということをしっかりと信じています。しかしながら伸びられないスランプに陥る日もある。その時は無理をしない。伸びられる日は伸びる。そして自分は草として全身すべて毎年変わらず緑なんだ。その緑の己を飽きようとしない、その緑の己を愛している。そして現状維持でなくて、我は草なり緑なり、緑の深きを願うなり、成長してより深い緑、より美しい緑になろうとする。そして人の命を比べて生きようとするのでなくて、自分の命を生きようとする。我は草なり生きんとす。草の命を生きんとす。そこにこの世が美しく楽しいものになる秘訣があると思います。私もこの見栄えのしない草のような自分を愛し続けて、草の命を生きたいと思います。我は草なり、伸びんとす。伸びられるとき伸びんとす。伸びられぬ日は伸びぬなり。伸びられる日は伸びるなり。高見順、我は草なり。